設置の協議を少しお聞きしましたが、昨日ジャニーズ事務所がですね、ジュリー社長が、性加害を、創設者のジャニー喜多川氏が行っていたということを複数の元ジュニアの、方たちが告発した関係で深くお詫びするという、まあ、初めてこれ動画で謝罪ということをお伝えしました。で一方で、まあ告発した元ジュニアの方たちへの性加害かどうかの事実かは明言を避けたということでした。非常に、まあ、政府との広報のつながり、そして子どもたちに多くの夢を与えるタレントさんを、まあ、養成するこの事務所で、まあ、こういったことが行われた可能性が極めて高くなったということなんですが、まあ、官房長官、昨日の夜からこれネット上でもいろいろニュースが拡大しているのでご存知かと思いますが、まあ、こういった事態をどういうふうに受け止めたかというのをお聞きできますか。ご指摘の事案について当該事務所が謝罪を含む公表を行ったことは承知していますが、民間法人による公表の内容について一つ一つ政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げれば、性犯罪性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないものであります。相手の同意のない性的な行為は性暴力という認識を社会全体で共有し、性犯罪性暴力の根絶のための取り組みや被害者支援を強化していく必要があると考えています。政府としては先般関係府省が決定した性犯罪性暴力対策のさらなる強化の方針に基づき、対策の強化に取り組むこととしており、こうした取り組みをしっかりと前に進めることにより誰もが安心できる社会を実現してまいりたいと考えています。関連でしてですね、まあ、ジャニーズ事務所側は昨日の、文書の中で外部窓口機関の設置や、在籍しているタレント、また辞めたタレントへの、まあ、カウンセリング含めた対応というのを、まあ、具体的に進めていくということを明言しています。で一方でここで聞きたいのはですね、細田衆院議長に関しまして、まあ、昨年でしたかね、相次ぎ週刊文春上で、政治部女性記者と見られる複数の方たちの告発が相次ぎました。まあ、しかしながら結果として細田さん辞めることはございませんでした。で一方でその細田さん周辺者からは、実名で告発記者会見がない限りは辞める必要がないんじゃないかという声も聞かれました。まあ、未だにこのいわゆる政治部記者の女性記者、まあ、男性記者も被害を受けている可能性はあると思いますが、女性記者たちに対する政治家サイドからのセクハラ、もしくは一部はパワハラもあると思いますが、そういったことが、まあ、週刊誌上で問題視として指摘されている、こういったことがあったということと、まあ、それでも細田さんが辞められておらず今でも衆院議長にいらっしゃると、まあ、この現状について官房長官はどういうふうに受け止めているんでしょうか。先ほど申し上げました通り、一般論として申し上げれば、性犯罪性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないものであるという考え方、先ほど申し上げた通りでございますが、個別の案件に関して一つ一つ政府としてコメントする立場にありません。はい、お気持ちは分かるんですけど、国権の最高機関である国会の衆院のトップというか議長、取りまとめる議長という立場でありながら、こういったいくつもの匿名の女性記者からの告発が相次いだという、このことについてはもう少し踏み込んで指摘していただきたいんですが、これは逆に言うと事実かどうか分からないというご見解になるのか、いかがでしょうか。先ほど申し上げた通りであります。はい、入管に関してお聞きします。今日ですね、在留特別許可を求める外国人の、まあ、学生さんや、まあ、それを支援している方たちの記者会見というのが参議院会館の中で開かれました。で、まあ、1人の21歳のペルー人の女性はですね、生まれは日本で、戻ってペルーの言葉を全くしゃべれない、そして大学も推薦で入れたものの在留特別許可が今も与えられず、大学2年となって他の友達と同じように就職活動をしているんですけれど、大学の学生課からあなたは入管庁によって在留資格は与えられていない、せっかく大学がつながりのある企業を紹介してもあなたのように在留資格、働く資格のない人を紹介することはできないと、企業に個別に問い合わせはやめてほしいということを言われてしまったということでした。これはこの間私がここで聞いたように、こういった子どもさんというか若い学生さんや子どもたちに対しては大臣の裁量で、まあ、特別許可を与えるということができるという状況です。で今日もその彼女はですね、メディアに出るのを、まあ、若干怖い思いをしながらも勇気を持って声を上げてました。そして、まあ、官房長官また大臣に何を言いたいですかと言ったら、普通に
通の暮らしをお母さんと弟と送らせてほしい。お父さんはすでに強制送還されましたが、リマで仕事に就けず、結局今山の中で一人で畑作業で自給自足の生活をしているということです。お父さんはとても子供たちを面倒見るようなことができる状況じゃないということでした。でぜひですね、お父さんも含めて家族でもう一度住まわせてほしい、日本で住まわせてほしい。そして日本の中でですね、なんとか仕事をして、日本の皆さんに、今までお世話になった皆さんに自分がお世話になった分を還元したい、働いて税金を納めたいということを非常に切々と訴えておりました。何度も聞いて恐縮ですが、こういうお子さんがざっと2019年20歳未満で300人いると言われています。こういった子どもたち、もしくはその学生さんとどういうふうに向き合っていくべきとお考えか、お聞かせいただけますか。法務大臣による在留特別許可に関する判断については、個別具体の事案ごとに家族状況や人道的配慮の必要性など様々な事情を勘案した上で判断がなされるものと承知しています。お尋ねのような事情についても一件一件丁寧にその事情を勘案して判断していくものと認識していますが、詳細に関しましては法務省にお尋ねをいただきたいと思います。はい。でその、M さんという匿名の学生さんと支援者の方曰くですね、彼女だけじゃないんですが、入管庁と対面をしていると、親さえ帰れば、母親さえ帰れば子供は助けてあげるよということを再三言われているそうです。しかしその学生さんからすると、やはり母親が支えてくれたからお父さんなしでもここまで頑張れたと、母親をね、母親に帰ることを強制し、その代わり子供に資格を与えるんだという、こういった、取引的な話をね、声をかけることはやめてほしいと、他の支援者弁護団からもこういった声がかなり出ているという声が出てきました。親に帰ることを強制し、その見返りとしてね、子供だけは助けてやるという、こういった入管庁の対応の仕方、非常に問題だと思うんですが、この点いかがでしょうか。個別の事案にの一つ一つに関してコメントすることは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げました通り、ご指摘のような事情についても一件一件丁寧にその事情を勘案して判断していくものと認識していますが、詳細に関しましては法務省にお尋ねをいただきたいと思います。はい、しつこくて恐縮です。入管庁が拒否して、最高裁判決まで遺棄難民認定、もしくは地裁高裁で難民が認定されたという方が40、この統計資料によりますと、56人いるという資料が、支援者たちから今日発表されました。つまり56人の方、今まで難民ではないと入管庁が拒否していた人たちが実際裁判を行ってみると、ようやく難民だということが認められたということです。これだけ難民に対するハードルが異様に高い日本の中で、難民の独立した認定機関も作れないまま、さらなる、こうやって拒否してきた入管庁に権限を与えるかのような法案、これはやはり問題じゃないか。先週ちょっと聞いて、そこについては個別の答えを聞けなかったんですが、今参院で審議がこれからやっていく第三者の独立した難民認定機関を作り、その上でそこに難民認定の審査をさせた方が良いという、この野党が対案で出してきた法案ですね、この点について政府としてはどういうふうに受け止めているかとお聞かせいただけますか。まず議員立法の形で提出されている法案に関して政府としてコメントすることは差し控えさせていただきますが、現行の制度においても難民認定申請があった場合には、一件一件難民認定調査官が事実関係をしっかり調査確認した上で判断するとともに、申請者から不服申し立てがあった場合には、外部の複数の有識者等からなる難民審査参与員による審理を経た上で難民の認定不認定の判断がなされるものと承知をしています。さらに難民に当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法の判断を受けることも可能であります。加えて難民認定手続きについては、その他の出入国在留管理行政上のさまざまな手続きとは密接に関連していることから、入管庁において行うことが適当であると考えています。
はい、先ほど難民参与員制度があるから大丈夫なんだという指摘ですが、今日これについても先週長官にインタビューさせていただいて、それ把握しないということでしたが、柳瀬参考人、政府がたびたび参考人の意見としてこの入管庁の資料の中にも入れている、難民をなんとか見つけ出したいけど私は見つけられないんだという お話をされた彼女について、これまでですね、先週も言いましたけれど17年間で2000件対面審査としたという話でだったんですが、他の参与員、日米連出身の参与員のインタビューをしたところ、年間できてもやはり36件マックスでも50件程度だろうと、彼女の言う120件年間120件以上、17年間で2000件の対面はありえない数字だと、よほど適当な審査をしなければこのような120件もの審査を行うことはできないという指摘が出ています。でこれ先週聞いたので、この柳瀬さんについて、チェックしていただいたかという点と、虚偽の発言が非常に濃厚になっているこの彼女の発言をですね、入管庁が資料として何度も取り入れ、そして今回の3回目以降の難民審査を認めないという、その法案を作る立法事実の根拠にしている、こういったことがやはりあってはならないんじゃないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。個別の事案に関しての一つ一つに関してコメントすることは差し控えさせていただきますが、現行制度につきましては先ほどお話をさせていただいた通りであります。さらに詳細については入管庁にお尋ねをいただきたいと思います。大丈夫ですか。すみません、入管庁に聞いてはいるんですけれども、しっかり答弁が全く斉藤大臣からすると、いや柳瀬さんがそう言ってんだからそうじゃないかと思うと、細かい一人一人の統計を取ってないから我々としては柳瀬さんが嘘をついて思ってないというね、そういう非常に客観証拠のない中で作っているということを問題視しております。で、これ以上いいので一つだけ、外限の再開発について一つお聞きします。大臣は官房長官は、文科省に聞いてほしいということでしたが、2016年から17年、それこそ、家計問題が非常にクローズアップされた時も含め、文科省の担当大臣でございました。でおそらくはこのことは把握されていると思うんですが、共産党の都議が明らかにしたこれまでの文書の中で、萩生田当時は、これ野党の時代だったんですが、萩生田今の政調会長が、幹部の都幹部からのこの外苑再開発についてのレクを受けているという資料がホームページで公開されております。でそこにはですね、森元首相から、施設そのものは国がやる、しかし都が一生懸命汗をくれないと困る、君が、つまり萩生田さんが文科省 NASH、党横断的に調整してほしいと、こういうことを森さんから言われていると答えています。そういうことなんで、国がここまで踏み出すことを都が待っていては遅いんだと、つまりこれ国が主導で外苑の再開発を進めなきゃいけないんだと、でこれは森さんから自分が頼まれてるんだと、こういった話を都幹部がメモで挙げております。でかつですね、実現するときはもう自民党政権に戻っている、今の機会しかここの整備はできないんだと、つまりもう政権与党に返り咲くだろうことを想定して国主導でやっていくということを、明言されているという資料がございました。でこういった発言をやはり今まで取り上げている関係者なんかの話を聞きますと、おそらくですね、政府が、今の永岡大臣もしくは文化庁が、さまざまな都民からの批判を浴びているにもかかわらず、この都の再開発の見直しというところに、外苑再開発見直しということに、やってみなさいと、そこに踏み切りを指示ができないのは、こういったいわゆる大物の文教族である森元首相や萩生田政調会長が、これだけ、土地の取りまとめ、再開発の取りまとめに関与してた、そういうことがあるから、文化庁、文科省としても、これに指示を出すことができないんじゃないかという指摘が出ています。松野さん、おそらくこういった話もお聞きになってるんじゃないかなという気がするんですが、お聞きになっているかということと、やはりこの問題、まだまだ多くの都民の納得が得られてない中で木の伐採が進められようとしています。果たしてそれでいいのでしょうか。お答えください。2016年から1年間文部科学大臣を務めておりましたけれども、もう現在その地位にございませんので、文部科学省の立場での発言ということはできないということはご理解をいただきたいと思います。詳細につきましては文部科学省にお尋ねをいただきたいと思います。
すみません、最後1点だけ申し上げないです。確認したいんですが、文科省に聞いてくれということですが、松野さん自身はこの都のホームページでも公開されているこういった文書について存在はご存知だったという理解でいいですか？もう私が先ほど申し上げました通りですね、2016年から1年間は文部科学大臣を務めておりましたけれども、現在その立場にございませんので、文科省の立場にあった時、また文科省の立場としての答弁というのは差し控えさせていただきたいと思います。